これ以上傷つけたくはない。投降してくれ。時間は稼げた。僕だけなら投降する手もあるけど、ベロニカ王女には怒られるかな。それにどうやらあの金髪の剣士がリーダーだ。彼に深手を与えられれば好きができるはず。まだだ。はあ、あなたは諦めないのか。それならってのは好きじゃねえが、少し手荒く行かせてもらおうぜ。待って、待ってください。君は、皆さんが戦うことなどありません。誰？フィオルマ王女。ご無事で何よりです、アルフォンス王子。一体お願いです、どうか私の話を聞いてください、アルベリアの王子。じゃあ君たちは別の世界からやってきた人ということなのか。はい、あなた方から見ればそういうことになるかと。私はフィオルムと申します。ニフルという王国の王女でした。でした。ええ、私の祖国は敵に滅ぼされてしまったのです。そうか、それは失礼なことを。いえ構いません、今はこちらのアルフォンス王子の国に身を寄せているんです。アスク王国という国だ。僕はその国の王子、アルフォンス。ニフルにアスク、聞いたこともない名前です。私も同じです。アルベリアにディアネル、どちらも聞いたことがありませんでした。だから違う世界じゃないかと思ったってわけか。それにしても別世界だなんて、そんな簡単に納得できるか。僕たちの世界では珍しいことではないんだ。はあ？珍しくないってどういうことだ。僕たちの世界には無数の扉がある。別の世界、異界に通じる扉がね。異界への扉？じゃあその扉を通ってさまざまな世界に行ってたってことか。ああ、簡単に言えばそういうことになるかな。待てよ、じゃあ一緒にいたジョーちゃんもお仲間ってことか。はい、彼女の名はベロニカ、エンブラ帝国の王女です。なんでエンブラの王女とかいうのがディアネルの指揮官なんかやってんだ。それは誤解です。ディアネル軍の指揮を取っていたのはベロニカ王女に化けた別人なのです。どういうこと。私たちの世界にはそういうことをできる人物がいるのです。まさかロキが。私はこの世界に来てから彼女の姿を目にしました。それもディアネル帝国の兵士と共にいるところをです。なんてことだ、ロキもこの世界に。いや、おいおい、そのロキってのは変装の達人か何かか。変装というより変化といった方がいいでしょうね。そっくりの姿に化けるのです。あの女の子、ベロニカに化けてたってこと。では私たちが遭遇した彼女は
そのロキという人物だったのですか？にわかには信じがたい話だな。でも彼らが嘘を言っているようには思えないな。俺は信じたいよ。ま、お前ならそう言うと思ったぜ。大将がこう言うんじゃ仕方ない。よかった。噂を聞きあなた方を頼ろうと思った甲斐がありました。とはいえあなたも無茶をする人だ。あの状況ではアルフォンス王子ともども切られていてもおかしくなかったのに。彼女はそういう人だ。とても優しく、でも時々無茶をするから心配になるよ。そんな私は無茶なんて。まるでどっかの誰かさんみたいだな。わかります。周りの大変さを分かってほしいものです。君たちも苦労してそうだね。僕がこう言うのはおかしいけど、君たちは信用できそうだ。それは俺も同じさ。君たちが元の世界に戻れるよう力になるよ。ありがとう。よろしく頼むよ王子。ああ、こちらこそよろしく、アルフォンス王子。それで早速で悪いんだけど。分かっている。ベロニカ王女を探したいんだろ。ああ、彼女は記憶を失っているんだ。心細い思いをしているかもしれない。狙われてるってことは帝国にとっても重要な人物ってことだ。どうせろくでもないことだろうし、こっちで保護した方がいいだろう。よし。街を見捨てるわけにはいかない。分かっている。もちろん僕も協力する。はい、私も微力を尽くします。ありがとう二人とも。みんな街を守るぞ。